より小さい練習試合、ロッテ6-1セーブ、3日、高知、春の総合運動公園野球場今季2度目の対外試合登板の佐々木朗希投手投手、22、は先発し2回を投げ、打者9人に対し、27球を投げに安んだ西球1失点だった。この日の最速は157キロ。昨年の WBC で一緒に戦ったドジャース大谷翔平投手、29、 の結婚については、まあ、年下なのであまり、とコメントは控えたが、いろんなところで凄さを見られた。すごく勉強になる、と尊敬の眼差しを向けた。